皆さんこんにちは、倉持優香です。皆さんこんにちは、吉田咲です。さあ、はい、本日はね、こんな感じで、はい、こんな格好をして青木革命のバルキュリアの制服、そうですね、着ております。アンチバルキュリア舞台になった気分です、うん、で、今日はこの制服を着て何をするんですか？そうなんです。よくぞ聞いてくれました。この番組では青バル体験入隊と称してですね、開発ディレクターの小沢さんからのミッションをクリアしながら皆さんにも青バルのね魅力を伝えていきたいと思うんです。ということで今回のミッションなんですけれども、ディレクターの小沢さんからですねビデオレターがあるみたいなんで、ちょっといいですね、ビデオレター、はい、見てみましょう。どうぞ。倉持さん、吉田さん、こんにちは。今回のミッションですが、帝国軍海道上拠点強襲任務をクリアせよです。こちらは以前にもプレイしてもらいましたが、おさらいも兼ねて3つのポイントに気をつけてプレイしてみてください。まず1つ目として、今作は銃やアイテムや呪術を使う際にバトルパレットを開いて使います。敵の大軍や巨大な敵と戦う時にはバトルパレットで時間を止めて、いかに戦術を組み立てていくかが鍵を握るので、上手にバトルパレットを使いこなしてください。そして2つ目は感情システムです。本作では不意打ちやリーダーを倒すなどによって敵に驚きや焦り、恐怖などのさまざまな感情を起こします。それぞれに効果が違ってくるので、いかに自分たちに有利な状況を作り出していくかも攻略のポイントになるので、いろいろ試して狙っていってください。そして3つ目は戦況ゲージです。これは自軍と敵軍の戦況を表示しているのですが、敵拠点を確保したり、先ほど説明した敵たちの感情をコントロールして、いわゆるうまいプレーをすることで有利な戦況、状況になっていくので、これを確認しながら進めていってください。最後に、この番組で全てのミッションをクリアした暁には11月19日に開催されるセガフェスのステージで実況プレイに挑戦してもらおうと思っているので、ぜひ頑張ってください。セガフェス？セガフェスで実況？こりゃますます頑張らなきゃだね。それでは最強のバナルカンド隊員を目指して頑張って行ってみましょう。おー、青バル。はい、それでは今回は私、倉持優香がバトル体験場に挑戦してみたいと思います。頑張って。ミッションスタート。最初はじゃあアムレートから触ってく。そうだね、アムレートで抜いちゃダメだ。ランドラッシュブレイズとか、あと投げたりするのもね強かった気がする。リーダーを攻撃したいな。いいね。さあ、敵に混乱を与えました。混乱だ、やった。どうしようかな、布の裏にいるから、じゃあオフィリアで。うん、キャラ変更は十字キーの上下でを変えられるんですね。かわいいオフィリア。スモーク投げ強いな。ドーン、戦うお姫様。かっこいい、かっこいい。そしてお、スナイパーがいるって。いるんだ。ブルムがどうやらスナイパーのライフルを持ってるらしいから、ちょっとブルムに変わって、あのね、アムレートでこのまま突っ切るとね、うん、みんなからね一斉射撃されるの。ちょっと行ってみて。やだよ。で、カリ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 上げて、このパーン。お、みんなビビってる。へいへいビビってる。へいへいビビってる。へいへい敵ビビってる。銃持ってるやつは全員ね、気を抜いちゃダメだ。全員倒す、全員倒す、全員倒す。その方がね、前に出ても撃たれないから、これで安心してきっとオムレートとかオフィリアが前に出れますね。いいよ、みんなビビってるよ。へいへいビビってる。いいよ、もうみんなもうドクロマーク出てるからね。はい、いいね。D 型スモークを投げて、はい、お、なんだなんだ、見えないよって、何も見えないよってなってる敵に、そして近づいて攻撃。そう、燃えてる敵の後ろから。ほとんどいないじゃん。で、ベースキャプチャー。君のベースも完了しました。しました。すごい、サクサクとね。しかもどんどん戦況ゲージがですね、お、自分たちの方が、あ、これで圧倒的有利じゃないか、うん、我が軍は。圧倒的、我が軍は有利、圧倒的有利。あいつらがちょっとおののいてるけど。あ、そうだね、このビビってるやつの後ろ見てください。なんだ
これもしや、この絶対燃やさないでくださいって書いてある感じの、もうダチョウクラブさんみたいな感じだね。絶対燃やすなよ、絶対燃やすなよ、燃やすなよ、絶対だぞ。どどーん、気持ちいいですね、気持ちいいですね。燃えてる、燃えてる。でリーダーをね、回していきましょう、ね、アムレットも一応魔法も使える。おお、でもキャプチャーいきました。倉持さんうまいね。違うんですよ、戦闘がしやすいんですよ。やっぱりバトルパレットのありがたさね。だって三角をとりあえずうわーってなったら三角をして、まあ落ち着こう、お茶でも飲もう飲もう飲もう。そしてこれなんかボスだ、スコーピオンですね。かっこいいな。で多分あのさ、むき出しになってるさ、あそこすごい、コアっぽいのがいかにも弱点ですみたいな感じ。俺のダメージ絶対に攻撃するなよみたいなところだよね多分ね。先に多分この足をね、はい、攻撃していかなきゃいけないですね。脚部を、右前方脚部をね、かっこいいね。あ、倒れた。そして今、わ、すごいむき出し、すごい出てる、出てますね、すごい出てる、もうむき出し、すごい、大切なところがむき出し、大切なところが出てる。このじゃあ、このすごい出てるところにウィキウィキウィキ、いっぱい入ってる、いっぱい入ってる、両方のたくさん入ってる。あ、すごいよ。ってことは、やっぱこれは水属性あ、うん、苦手なんだろうねってことなんだね、うん。でもさ、うん、四足歩行のさ、メカって、うん、ロマンだよね。かっこいいよね、これデザインがすごいかっこいいんだよ。そうなんですよ、この世界観すごい好き。あ、すごい、これやばいやばいやばい、すごいできた。あ、そう、そんなラグナイトパンサーのゲージがマックスになると技が発動されるから、その間にちょっと逃げて、逃げなきゃ。そうなんですよ、それ多分ね、だいぶ大ダメージ食らっちゃうので。あ、来てる来てる、すっごいすっごい、あ、来てる。そんなそんな、くっ、どうする。彼らのね、特性を使って攻撃を有利に、今のアイスプルでいきましたね。え、めっちゃサクサク、結構いい感じで、はい、倒せましたね、無事スコーピオン、はい、スコーピオン倒して SS ランクゲットしました。おめでとうございます。やったすごい。そして、はい、ストーリーが、はい、この髪の艶とかさ、ね、描写ガッシュ、うん、絵画帳のね、背景がいつ止めてもさ、綺麗な一枚絵になるもんね、きっとね。しかもそれがムービーで動いてるってすごいよね。あ、そうだよ、一枚絵じゃなくてムービーでこれってどうやってやってるんだよね。そうそうそう、確かに、どうやってるんだろう。まあ私が分かるわけないんだけど、多分すごい説明されても、覚えてはぁ、みたいな。青バル、いやー、無事にクリアできてよかった。ねえ、すごいモッチS ランク、 S ランクゲットで、うん、まあでももしかしたらもっといい戦術があれば、うん、S ランクだけどさらにタイムを、ね、早くタイム縮められるかもしれないし、いろいろ試してみたいね。ね、じゃあこの次も頑張っていきましょう。はい、今回のミッションですが、奪い返してやりましょうよ、我らの手で。